こういうことを知ると税金を払いたくないという気持ちが湧いてきますが、同時に税金は気持ちよく払うからさらに経済的にも豊かになる。これはどのように解釈していけばいいのか。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はコメント返信会ということでですね、日本没落、日本列島改造論の動画、そしてですね、正しい怒りを持て、この動画、この2本の動画にいただいたコメントへの返信ということで配信させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、韓国のインチョン空港のデカさったらないですと。おっしゃる通りハブ空港ですから扇形の形になっていて、そこにずらっと世界中の飛行機が離発着しますので圧巻ですということですよね。はい、本当にもうインチョンはね、もう全然桁違いという感じですよね。あとの祭りですけど、成田を計画するときはかなりの反対意見がありましたが、やはり失敗でしたねということでですね、もうね成田は呆れるしかないということで、もう羽田と成田はですね、例えばリムジンバスとかで片道2時間、往復4時間ですからね、遠すぎますよね。とにかくね、千葉は千葉でもね、成田は遠すぎるということで、成田空港ができてからもう40年以上経ってますけれども、結局例えば東京から海外に行くときに、わざわざね、東京から千葉の成田までですね、片道2時間で移動して、で海外に行き、逆に海外の人たちにわざわざ成田から2時間かけて東京の都心まで来てもらうということを40年やらしてるわけですから、もうとんでもないですね、空港政策の間違い、誤りだったというふうに感じています。やっぱり何が何でもね、やっぱり東京湾の埋め立てで何とかするべきだったということですよね。当時結局その空港を管理する官僚と、それから港ですよね、船の港を管理する官僚が、別の官僚が管理してたということでですね、だからその空港政策と港政策の調整ができないとかっていう、本当にくだらないどうでもいい理由で、結局ね、東京湾の港埋め立てではなくて、千葉県に空港を作る、国際空港を作ると。しかもね、千葉は千葉でもいいんですけどね、成田は遠すぎますよね、いくらなんでもね。本当に片道2時間ってなると、それだけで一つの旅行になっちゃうので、ちょっとね、あまりにも愚策中の愚策っていうのをやってしまっているという感じですよね。それだったらやっぱりね、東京のね、東京湾をなんとか埋め立てでですね、本当にね、東京にやっぱり世界を代表するような国際空港っていうのを建設するべきだったという、後の祭りと、結果論ということになりますよね。それにしてもやっぱりね、韓国の場合は、もっと全世界レベルで韓国っていう国を見ることができて、そして実際アジアのハブ空港っていうのを作ることができたということで、もうね、インチョンはぜひ一回はですね、もう皆さん行かれてみたら、もう一目瞭然だというふうに感じています。はい、ということで、デニーロイズムさんというふうに お読みしてよろしいんでしょうか。はい、本当にインチョンは圧巻の一言ですということで、コメント感謝しています。ありがとうございます。はい、それから日本列島改造論は大失敗の話を初めてじっくり聞きました。聞けてよかったです。釜山港に行った時はなんて大きな立派な港だろうと感心したことを思い出します。子育てでも親が干渉しすぎるのはよくありません。国の経済の発展と私の経済の発展についてもっとよく考えようと思いましたということですよね。はい、ぜひ両方ですね、日本っていう国とか韓国っていう国が、これからどういうふうにしていけば発展していくんだろうっていうのを考えながら、でもやっぱりご自身の、お金の状態とか経済っていうのをどうやったら発展させていくことができるかという、両方っていうのをね、ぜひぜひ学びを深めながら考え続けていって、そしてね、思いついたことがあったらどんどんね、本当に1円レベルでですね、収入を増やすとか支出を減らすということでですね、実践をし続けていっていただきたいなというふうに感じています。はい、ということで、キミさんもぜひ経済発展をということでコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、それからまさか日本列島改造論が失敗とは驚きです。今まで関心ありませんでしたが、空港がそんなに赤字では国としての物事な、国としての、が成り立たなくなることを感じました。思えば毎年大変な借金を作り続けながら国を運営していることが現実。政府は余計なことばかりして本当に必要な国づくりをしていないように率直に思いますと。先生からの学びを得て国に対する怒りを感じ、この怒りを情熱にしてさてどう頑張ったらよいかと思案が深まりますということですね。
はい、ということで、まあね、なんかね、こう怒りっていう感情が湧き上がってきた、そしてそれに対してこう情熱っていうのがね、出てきたと、そしたらあとはまあね、ご自身の実際のまあ人生とかね、もしくはお金経済状態っていうのをどん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 ね、まあ、改善して発展反映させていくという段階になるわけですけど、まあ、結局ですね、まあ、ご自身を生かすっていうことになるときは、まあ、一番最初はまずね、ご自身の経歴ですよね、キャリアの棚卸しっていうのが一番最初の第一歩になります、うん、なのでね、いや、まあ、例えば人生全体においては、まあ、三つ子の魂100までということで、結局0歳から3歳までの、ね、その3年間っていうのがどういう環境、どういう人間関係だったのかっていうのは、その人のね、まあ、人生における一番大きな価値観形成に、まあ、影響を与えているんですよね、うん、でそれと同じような感じでですね、じゃあその人が、まあ、仕事とかビジネスとか、投資とか、っていうので、まあ、実際にですね、まあ、どういう人生、まあ、仕事人生っていうのを歩んでいくかって言った時に、やっぱり最初の一社目っていうのがもうめちゃくちゃ大きな影響を持ってるんですね、うん、だからその最初の一社目だから、まあ例えば高校生から社会人1年もしくは大学生から社会人1年という風になった時に、その社会人1年目っていうのをどういう環境どういう人間関係で過ごしたかっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。だから最初の経歴1社目とか最初の1つ目の仕事とかっていうのは本当にすごく大きな影響っていうのをやっぱり人生全体に対して与え続けているということです。まあ個人的なね、私自身のお話っていうのをさせていただくと、私はですね、まあやっぱり小学生相手の進学塾の講師というところから、まあ、社会人っていうのが始まっているんですよね、うん、なので、まあ、塾っていうのは進学塾と補習塾って2つあるんですけど、補習塾っていうのは、まあ、学校の勉強があんまりね、まあ、ついていけてないんで、まあ、なんとか学校の勉強についていかせる、だから学校のテストが40点の子を60点にしてあげるとか60点の子を80点にしてあげるとか、っていうのが、まあ、いわゆる学校の補習ということで補習塾っていうのがあるんですけど、まあ、私の場合は社会人経験が1年目最初の1社目ですよね、要するに仕事の1社目っていうのが進学塾だったんですよね、うん、だからもうね、各小学校のトップの子を、まあ、日本最難関の例えば東京の開成とか、ね、兵庫県の灘とかもしくは鹿児島のラサールとか、まあ、そういったところに合格させるっていうのから、まあ、人生の経歴キャリアっていうのが始まってるんですね、うん、だからやっぱり私の頭の中にあるのはいつもいつもあるのはやっぱりですね、まあ、例えばクリスマスとか大晦日とかお正月とか、まあ、そういうこうね、人がね、すごくこう遊んでるっていうか、ゆっくりのんびりしてる時に、本当にね、もう朝早朝から夜中までずっと毎日ね、合宿で、まあ、勉強を頑張り続けてたあの小学校6年生の、まあ、姿っていうのがやっぱりずっと私の頭の中にはあるんですよ、うん、小学校のお勉強なんかめちゃくちゃ簡単すぎて、まあ、すごく退屈してる各小学校の、ね、本当に一番ね勉強ができる優秀な子たちがどうやったら日本最難関の東京開成とか兵庫県の灘とかもしくは鹿児島のラサールに合格するか、その合格させるために本当にね、もう本当に明けましておめでとうっていうのを合宿会場で早朝からやって、そして人ひたすら朝の部、昼の部、夜の部、深夜の部みたいな感じでずっとずっと勉強したんですよね、小学校6年生と一緒に。でそれっていうのがやっぱり私の、まあ、仕事人生っていうののものすごく大きな考え方価値観にやっぱりなってるわけです、うん、だからね、本当に一人の人がすごくね突出した人材っていうのをやっぱり出したいというのはやっぱり私の最初の一つ目の進学塾講師っていうその経験っていうか経歴っていうのが作っているんですよね、うん、なのでやっぱり各人っていう、それぞれっていうのはですね、やっぱりね、一番最初に社会人としてどういう環境、どういう人間関係で、どういう仕事から始まってるかっていうのが、やっぱりすっごく大きな、影響を与えてるので、だから、じゃあね、まあ、例えば、お金とか経済っていうのをこうやって学んでいただいている、そしてなんか怒りが湧いてきた、情熱が湧いてきた、じゃあどうやって生かすかって言った時に、やっぱりご自身の経歴、特に最初のですね、最初の社会人のまあね、一社目ですよね、まあ、例えば公務員とか会社とか、その一社目がどういう環境、どういう人間関係でどういう仕事をしてたのかっていうのが一番ね、まあ、重要な影響っていうのをまあご自身に与えているので、生かし方っていうのを考える時はぜひですね、まあ、ご自身の経歴の棚卸しっていうのをやっていただきたいというふうに思っています。
はい、それからですね、白坂先生に C、チェックですね、プラン、ドゥ、チェック、アクションの C、チェックができないから進歩できないと言われて、給与明細書を引っ張り出し確認してみましたが、ということで、素晴らしいですね。これを、することができる方って、ね、多分 1% いないと思うんですよ。だから1000人に、ね、10人はいないと思うんですよね。本当に1000人に1人とか2人レベルのすごい行動力だというふうに思っています。ほとんどの人は、もう 99% の人は、まあね、動画見て、はい、終わりなんですよ。はい、見ました。終わり、聞きました、みたいな。ね、今日の動画、まあまあ面白かったです、みたいな。そういうレベルなんですよ。はっきり言って、99% の方ってね。だから、実際に、じゃあ、プラン、ドゥ、チェック、アクションで C、チェックをしましょうって言って、実際そのね、話を聞いたから、本当に給与明細を引っ張り出して確認してみるっていう、これの、行動ができるっていうのはもう間違いなくトップ 1% もしくは 0.1% の行動力です。本当にすごいと思ってます。はい、そしたら、まあ、総支給額から、まあ、健康保険、厚生年金、雇用保険を引いた金額から所得税と住民税等を引かれた額が差し引き支給額になっていましたということですよね。で、まあ、そしたら、まあ、村田さんの場合は、まあね、先生のおっしゃる半分近くは引かれてないようですねと、所得により控除が違うのでしょうかという、まあ、そういうね、コメントを書いていただいてますということで、もうね、こうやって村田さんお一人でも実際に行動してね、確認していただいたということでね、やっぱりね、動画配信してよかったなというふうに本当に感じています。まずはね、すぐに即断即決で即行動で行動をしてくださって感謝しています。ありがとうございます。それに対してですね、まあ、もう所得により控除が違うんでしょうかと聞いていただいてますので、はいと、所得によって違いますということをですね。はい、まず所得税だけに限定していくとですね、まあ、所得税っていうのは累進課税制度ということで、まあ、所得が多ければ多いだけね、払わなければならない割合っていうのがどんどん上がっていくっていう制度になってるんですね。なので一番下から見ていくと、例えば、ね、課税所得が0円から195万円未満の方ですね、まあ、この方々が納めている税金、所得税っていうのが 69.3 兆円ありますということですね。はい、すいません、納めている税金ではなくて課税対象になっている所得ですね。失礼しました。課税対象になっている所得が 69.3 兆円あります。この69.3兆円に対して 5% の税率がかかるということですよね。はい、で、まあ、対象者が4940万人ですということですよね。だから、まあ、195万円未満の課税対象所得の方っていうのは、まあ、はっきり言った所得税は、まあね、その 5% だけでいいということになるわけです。はい、そして195万円以上330万円未満ということであると、ね、その対象者というのが2090万人いらっしゃるわけですけど、その場合は所得税は 10% になりますということですよね。はい、そして330万円以上695万円未満ってなると、まあ、この対象者というのが810万人いらっしゃるということになるわけですけど、まあ、その方々はですよね、だから330万円以上695万円未満の、まあね、所得対象の、対象の所得を得ているということであれば、その方は、ですね、所得税の割合というのは 20% ですということですよね。はい、そして695万円以上900万円未満の方っていうのが、まあ、日本では対象が180万人、いらっしゃるわけですけど、この方々は所得税は 23% ですということです。ここになんかね、国とか政府のなんかね、いやらしいところっていうのをすごく感じるんですけど、なんで 5%、10%、20% で次が23なんだと。そしてその上はさらに10上がるんですよね。これおかしくないかっていうふうに、まあ、個人的にはすごくやっぱり違和感があるんですよ。5、10、20、25じゃないのかと。そして次は30じゃないのかっていう感じがするんですけど、で普通だったら 5%、10%、20%、25%、30% のはずなのに、5、10、20、なぜか23なんですよね。でそしてその上がなぜか10上がっちゃうんですよ。いきなり33になるということで、なんでこんな不自然な設定の仕方をしてるんだっていうのがね、ものすごい違和感があるんですけど、うん、なんかね、まあ、多分ね、そのね、このこういった制度を作ってる人たちっていうのの、まあね、中心っていうのが、まあ、695万円以上900万円未満なのかなというふうに、まあね、邪推せざるを得ないということですよね。まあ、900万円未満だったら、ね、25% じゃなくて 23% と。でそれ以上得てるんだったら一気に 10% ガンと上がって 33% みたいなね、なんかこういったところがすごく嫌だっていう感じがします。はい、まあでいいんですけど、
まあ、695万円以上、900万円未満が180万人対象がいて 23% ですね。で、900万円以上、1800万円未満ってなると、まあ、対象が110万人いて、その方々は所得税は 33% ですということです。だから、まあ、日本で、まあ、900万円以上の所得、まあ、ですよね。まあ、これは、あのね、課税対象の所得っていうのが、まあ、900万円以上ということになりますから、ね、それ以上ってなると、なかなか日本でね、もう所得をたくさん得るっていうのは、あんまりね、まあ、メリットがなくなってくるということですよね。はい。で、まあ、1800万円以上、4000万円未満っていうのは対象者が30万人いて 40% ですと。そして4000万円以上得てるってことになると、これはまあ日本に7万人で 45% ですということですよね。だからもう4000万円以上をね、課税対象の所得として得てしまうと、もうその半分近くの 45% はもう所得税として払わなければならなくなっているということですよね。だからまあ賢いのは、まあ、900万円未満の方々っていうのがまあ賢いっていうような、まあ、そういう所得の得方っていうのをしているということです。まあ、要するに累進課税制度なので、得てる所得金額が上がれば上がるだけ所得税の割合が増えていくと、5、10、20、23、33、40、45というふうに増えていきますと。で、平均はだいたい 30%、約3割ですという話ですね。はい。で、まあ、村田さんが実際に確認してくださったものは、まずはそのね、給与所得の総支給額っていうのを確認していただいて、で、健康保険、それから厚生年金を確認していただいて、で、所得税を確認していただいて、住民税っていうのを確認していただいたわけですよね。そしたら、まあ、村田さんの場合は、まあ、ね、手取りっていうのは 82% でしたと。まあ、つまり税金っていうのをまあ 18% 払ってましたっていう、まあ、そういうコメントを書いていただいていますということです。で、日本全体の平均で言えば、この時点でまあ 30% をまあ税として払ってるということです。はい。で、ここからさらにですね、下記も引くと。ね、さっきはね、例えば消費税とか酒税とかね、タバコ税とか、そういったのは全然入ってなかったですよね。うん、だから、そういうなんかね、直接税、所得税みたいな直接税以外でも、間接税っていうのもね、私たち国民っていうのはまあいっぱい払ってますから、そういうね、間接税なんかも全部合わせて引いたら、まあ結局 30% プラス 20% で、まあ結局、日本人一人一人っていうのは大体平均で、まあ税を 50% ぐらい負担してますという、まあそういう説明をさせていただいたつもりです。はい。特に、まあ、消費税ですよね。消費税っていうのはさっきね、まあ、例えば給与明細表とかっていうのには、まあ、載ってなかったと思うんですけど、実際はね、何か商品を買うたびに、まあ、10% 税を払ってるということですよね。だから、まあ、110円の商品を購入したっていうんだったら、実際は100円は消費したんだけど、10円は納税しましたよねっていうことです。で、この10円の納税とかっていうのを全部合わせると、結局日本人全体としては、30たす20で合計 50% は、結局、まあ、所得のですね、まあ、約半分っていうのは、まあ、税負担で、でまあ、支払っているということです、まあ、あとはね消費税以外です、まあ、だから消費税はね比較的簡単にできると思うんですよ、まあ、家計簿をつけさえすればね1ヶ月でね何にお金払ったかなっていうのを家計簿をつけさえすればじゃあそのね家計簿の支出に対して、まあ、その 10% っていうのは実は納税だったんだなっていうことですぐ出せると思うんですよね、うん、だからまあここまでやるっていうのでも全然十分だと思うんですけど、まあ、あとはまあね、まあ、もうどこまで厳密にやるかっていうのはまあ各人の完全な自由ということです、まあ、厳密にやろうとすればするだけすごくやっぱりね時間とか手間がかかっちゃうんで、まあ、最低まあ消費税ぐらいはまあねやるべきだっていうふうに個人的には思ってるんですけど、まあ、あとはどこまで厳密にやるかっていうのはまあ各人の完全な自由ですと。だからまあ消費税まででも全然 OK と。やらないよりはそれだけでもねだいぶ自分が思ってるよりも税金って払ってるんだなっていう確認は十分できてるというふうに思います。まあ例えばですね、まあ、ビール価格っていうのは消費税以外に酒税っていうのも別で払ってるということですよね。例えば消費税抜きでビールが205円だった時に、まあ、酒税は77円ですということで、まあ、だからビール価格っていうのは、まあね、4割は酒税であるということですよね。だからビールをいっぱい飲んでるってことであれば、その自分が払っているビール価格の約4割っていうのは実は酒税を払ってるんだということです。はい、それともしタバコを吸ってるっていうことであれば、もうそれ5割超ですね。5割以上は、まあ実際は税金を払ってるということになります。はい、例えば、まあね、国タバコ税ですね。まあ、これが 25.9%。ですとね、それから都道府県に対して払っているタバコ税っていうのが 7.3% ですと、それから市町村のタバコ税っていうのが、まあ、例えば 22.5% ですと。でね、これだけ国とか都道府県とか市町村に対して税金払ってるのにさらにタバコ特別税と何が特別なのか、まあ、さっぱりよく分かんないんですけど、まあ、さらにタバコ特別税っていうのを 4% 払ってますということですよね。まあ、こういったのを合わせると、まあ、消費税以外でタバコはまあ5割はですね、だからタバコを1箱買ったっていうんだったらその半分
以上は、まあ、実際はタバコ税を支払っているということになるということです。はい、それから、まあ、揮発油税、ガソリンですね、はい、に関して言うと、まあ、例えば自分は車を持っていますと、で車を運転していますと、ね、で1ヶ月で4000円とか5000円とかガソリン代を払ってますっていうんだったら、その5割以上はガソリン税ということで、やっぱ税を払っている、納税してますということですよね。まあ、レギュラーガソリン110円、1リットル110円の場合ってなった時に、まあ、ガソリンの本体価格っていうのは、まあ、45円ですと、まあ、いうことですよね。まあ、だから約4割ぐらいしかないということです。あとは、まあ、ガソリン税、それから、まあ、石油税、温暖化対策税とかね、まあ、こういう、いろんな、まあ、結果的になんだかんだ言いながら、まあ、ガソリンをね、毎月4000円入れた、5000円入れたっていうんだったら、まあ、その半分以上っていうのは実際は納税でしたねということです。はい、まあ、ちなみにですね、まあ、宝くじということなんですけど、宝くじっていうのはまあ5割超が地方税になってるんですね。だからこの宝くじっていうのは売れば売るだけ都道府県単位で、まあね、その地方自治体の収入が増えるという仕組みになっています。はい、宝くじっていうのは、まあ、例えば売上が1兆419億円、まあ、約1兆円ですよね。でなので日本全国の人たちが、まあね、お金を出し合うわけですよ。日本全国の人たちがお金を出し合います。宝くじを買うっていう形でね。でみんなが1兆円お金を出しますと。じゃあいくらを山分けしてるんですかって言ったら、4758億しか山分けしてませんということですよね。だからみんなが1兆円お金を出し合ってるのに、じゃあみんなでね、分け合いましょうって言った時に、当たった人はいくらを、結局分け合ってもらってるのかって言ったら、4758億円しか分け与えてももらってないということになるわけです。うん、だから還元率が 45.7% ということで、じゃあ残りの 54% はどこに行ったんだっていう話なんですけど、それは都道府県とか、ね、地方自治体の財源になってますよということですよね。うん、だからまあ宝くじっていうのは実質地方税なんですよね。うん、だから宝くじを買うっていうんじゃなくて、地方税を納めに行ってるっていう感じですよね。だから宝くじは地方税であり、別名知らない人だけが自ら払いに行く無知税と呼ばれていますということです。はい、このように、まあね、控除後の手取り所得からですね、だからまずは例えば自分の所得から、まあ、2割が天引きされているとか3割が天引きされていると、そこからさらに消費税とか酒税とかタバコ税などの税も支払っているということです。それが 30% プラス 20% で合計 50% っていう考え方ですね。はい、で結果日本人平均の税負担が所得の5割っていう説明をさせていただいているということになります。はい、ではコメント返信に戻ってということで、はい、元クリスチャンさんですね、はい、売り買いの世界と政治の世界をしっかり分けたアダム・スミス理論はやっぱり素晴らしかったんだということで、本当そうなんですよね。もうシンプルイズベストということでね、シンプルなものが一番役に立って一番まあ素晴らしい理論であると、で一番使うことができるということです。だから物事がどれだけ複雑に見えたとしても、複雑であればあるだけはっきり言って使えないんで役に立たないんですよね。だからいつもいつも何かね、お金とか経済とかね、っていうのを考えるときは、まあ、アダム・スミスに戻るということですよね。もうシンプルイズベストで、いきましょうということです。はい、それからあかりさんですね。日本はこのまま一極集中が進んでいっても大丈夫なのでしょうか。それとも田舎暮らしに価値を見出し、都市から地方に移住する人が増えていくのでしょうかということでですね、まあ、2つご質問を書いていただいているということですね。はい、まずはですね、まあ、ご質問いただき感謝しています。ありがとうございます。はい、で、まあ、いただいたのが、まあ、一極集中が進み続けて大丈夫ですかということと、ね、じゃあこれから地方への移住者っていう、まあ、増えていくんでしょうかというような、まあ、そういう2つのご質問だというふうに、まあ、理解してるんですけど、まず一極集中の方から、いきたいと思います。はい、で日本国内だけで見ると、まあ、東京などに一極集中しているように見えるんですね。まあ、実際メディア経由の、ね、そういう情報とかだったら、ね、一極集中がなんか問題だみたいな、まあ、そういうね、まあ、そういう情報に、まあ、見えるんですけど、しかし全世界の中の日本ですよね。だから日本の中の日本じゃなくて全世界の中の日本っていうふうに見た場合は、日本の問題は一極集中が起きたことではないんです。日本の問題というのは一極集中が起きたことではないんです。むしろ逆なんです。むしろ逆、一極集中が起きなかったことが問題なんですね、日本は。うん、だから日本の中で日本を見るのか、世界の中の日本を見るのかで全然物の見え方っていうのが変わってくるということです。だから日本の中で、ね、例えば、ね、鹿児島と東京とか北海道と東京とかっていう物の見方をすると、なんか一極集中が起きているように見えるんですけど、世界の中の日本っていうふうに見た場合は、一極集中が起き
きてない。そのことが実は問題だっていうことです。はい。例えばですね、まあ、時給ですよね。はい。時給って言った時に一番最高時給ですよね。で、っていうのが、まあ、結局東京なわけですよ。1時間の、まあね、最低時給っていうのが1041円ですということですよね。じゃあ一番最低はっていうことで言った時に沖縄であると。沖縄は820円ですということですよね。うん。ってなった時に、まあね、最高の東京が1041円で、そしてね、最低の沖縄が820円ってことになると、最高と最低で221円しか違わないんです、1時間でね。実際にその仕事の忙しさって全然違うじゃないですか、ね、東京は1400万人が住んでるわけですよ。だから何かサービス業って言った時でもえらい忙しいわけですよね、東京だったら。だから人口も多いしお客さんの数も多いし、ね、その例えば接客だとかサービスとかってやる時に、ね、東京は、ね、東京でサービス業をやろうと思ったら、ね、すっごい忙しいわけですよ。で沖縄ってなると、まあね、全然東京とは当然住んでる人口っていうのが違いますから、ね、当然同じ接客同じサービスって言った時も全然忙しさ違いますよね。にもかかわらず時給で言ったらわずか1時間で221円しか差がないということですよね。だからほとんど差がないんですよ実際は。で物価ですよね。じゃあ今度はね、その都道府県とかに住んでる人たちの、ね、物価ってどれぐらい違うんでしょうって言った時に、まあ、100を基準にした時に東京の場合は 105.2、まあ、つまりプラス 5% しか物価は高くないんですね。で逆に一番安いところってなると宮崎ということで、まあ、96.1 ということで、ね、-3.9 しか安くないわけですよ。ってことは、まあ、物価っていうのは一番高い東京と、ね、一番安い宮崎で比べた時にプラスマイナス 5% だから 10% も違わないってことなんです。だからめちゃめちゃね、物価もほとんど同じような場所に住んでるってことなんですね。時給もほとんど変わんないし物価もほとんど変わってないんですよ。まあすっごい変わってるって言ったとしても時給で言ったら221円、物価で言った時でも 10% は違ってないっていうことなんですね、うん。でまあ東京で実際豊かなのはね、東京ってまあ23区あるわけですけど、東京で本当に豊かだっていうのは、まあ、実際は5区だけということなんですですね。うん、なので、まあね、東京の場合はですね、まあ、山手線というのが走っていますけど、まあ、その山手線の、まあ、内側ないしその周辺の、まあ、わずか5区だけ23区の中で本当に、ね、その人たちの何か所得が多いというのであれば、それはもうはっきり言ったら5区だけですということですよね、まあ、だから山手線の内側もしくはその周辺ということで、まあ、中央区、千代田区、港区、新宿区、渋谷区、この5区だけです。あとの18は全然豊かじゃないということです、はい。でまあ、例えば東京23区って言ったら、まあ、いろんな場所があるわけですけど、もう巣鴨とかね、逆にね別に他の地方でもここまで古い街ってなかなかないんじゃないのっていうような、まあ、そういう場所っていうのもありますし、いやとはいえじゃあ東京23区の中の5区でですね、まあ、例えば特に中心の港区ですよね。港区はさすがにねすっごい豊かなんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、全然そんなことないんですよ、うん。東京港区で、まあ、例えば麻布十番っていう街があったりしますけど、麻布十番ってめちゃくちゃ街が古いんですね。まあ、こう麻布十番港区ですよ。だからまあ普通の人のイメージで言えばすっごい都会っていうイメージがあるかもしれないんですけど、そんなこと全然ないんですね、うん。だからまあね、港区の麻布十番って言っても、まあ、町の面積の圧倒的は商店街なんですよ、うん。だからもう本当にね、そう100年150年もしかしたらもっとですよね、200年近い、そういう町の歴史になっていたりするので、ね、全然そうね、港区麻布十番って言っても町の面積のほとんどは商店街だったりするんですね。だから全然都会じゃないんですよ。だから東京で本当に都会っていうイメージがあるのはもう六本木の、例えば六本木ヒルズとか、もしくはミッドタウンだ、東京ミッドタウンとか、まあ、ああいうこう象徴的な建物が何個かね建っていたりするから、なんかすっごい東京ってすっごい都会とかすっごい、都心っていうイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、逆に言えば本当にそういう象徴的なシンボルマーク的な建物が何個かあるだけで全然そんなことないんですよね。だから東京だからすっごい都会だとか東京だからすっごい都心だっていうことはないということです。ほとんど差がないってことなんです、一言で言うと。
はい、で一方ですね、鹿児島ですよね、私はもともと鹿児島にずっと住んでたんですけど、県外から鹿児島に、いらっしゃった方はですね、ほとんどの方が同じことをおっしゃるんですね。思ったより都会なんですねっていうふうに、おっしゃるんですよ。だから鹿児島ってめちゃくちゃ田舎っていうイメージがある、方が多いんですね、県外の方で。で県外の方が鹿児島にいらっしゃったら、結構思ったより都会なんですねっていうふうにおっしゃる方が多いんですよ。で実際そうなんです、実際、だからね、鹿児島だから都会、あの田舎ってことでもないし、結構ね、もうはっきり言ってすごくね、住みやすい町になってる。特に、鹿児島っていうのは、まあね、鹿児島の中の県庁所在地鹿児島市に関して言うと、もうかなり住みやすい町にもなっているんですね。で、例えばそのタワーマンションとかっていうのは、東京にも建っていたり鹿児島にも建っていたりしますけれども、鹿児島のタワーマンションの内装って言ったら、もうこれ東京のね、タワーマンションと内装もほぼ同じレベルです、だから東京のタワーマンションだからすっごいね、快適だと、逆に鹿児島のタワーマンションだったらそのね、快適さがすごく落ちるってことは全然なくて、だから東京のタワーマンションだろうが鹿児島のタワーマンションだろうが内装はほとんど同じレベルっていうことですね。つまり住環境としてはもうほぼ並んでるということです。まあ当然当たり前っちゃえば当たり前なんですよ。まあなんでかっていうと、鹿児島のですね、この不動産開発っていうのはですね、JR 九州っていう企業が一番積極的にやってるんですけど、JR 九州の社外取締役にですね、三井不動産の、顧問が入ってるんですね。で日本最大の、不動産開発会社ディベロッパーが三井不動産で、その三井不動産の顧問が JR 九州の社外取締役に入ってるんですよ。だから、結局その九州とか鹿児島で、結局不動産開発やるってなると、昔、三井不動産がやってたレベルで不動産開発していくん で建てる建物とかっていうのも、昔三井不動産がやってたレベルで九州とか鹿児島に、どんどんタワーマンションを建てたり、駅周辺っていうのを発達させていくっていう、ことをやってるんで、だからもうレベルが変わんないんですね。単に逆に物価だけが違うっていうかね、物価は、例えばこういう高級マンションとかタワーマンションってなると、例えば鹿児島とか、東京とかだったらさすがに、数字が一桁、違ったりしますけれども、しかしね、その数千万と数億で、一桁違ったとしても、少なくとも内装に関してはもうほぼ同じレベルなんですね。むしろ新しく建てられている、JR 九州が新しくどんどん建てているマンションの方が、例えば、六本木に古くからある、ミッドタウン、とか、もしくはあれですよね、リッツカールトン東京とかよりも、全然新しい分逆に高級感があるというかね、むしろ居心地がいいっていう風に感じやすくさえなってるということです。で何が言いたいかっていうと、東京っていうのはイメージよりずっと田舎なんですよ、実際は。だから港区麻布十番、うわすっごい都会なんだろうなとかって思ってても全然田舎なんですね。麻布十番商店街とか普通にね、150年200年ぐらいやっているんで、だからイメージよりずっと田舎なんですよ。で東京はイメージよりずっと鹿児島ですね、鹿児島はイメージよりずっと都会なんですよ。だから すっごい住みやすい、住環境にもなっているということです。はい、ってなった時に、世界で見た場合の田舎東京は、だからもう東京っていうのはね、日本の中で見たら都会とか都心っていうイメージがあるかもしれないですけど、世界で見た場合はもう全然田舎なんです。だから東南アジアで例えばね、シンガポールと比べたらもう当然ですけど、下手するとマレーシアの首都クアラルンプールと比べたとしても田舎なんですよ、東京っていうのは。だから世界で見た場合の田舎東京は他の世界都市と勝負ができてないんですね。だから世界の若い人たちとか世界の、若い女性が、東京に憧れて東京に行きたい、東京で働きたい、東京に観光に行きたいっていう、そういうモチベーションっていうのが東京はすごく弱いんですよ、世界的なその都市としての魅力とした時にですね。だからトップ東京が大きな付加価値っていうのを作れてないんで、だから日本全体のパイも横ばいなんですよ、国内総生産GDP っていうのがもう約30年間横ばいですよね。だから日本全体が成長してないわけです、経済が。だからみんなで分配しましょう、みんなで分け合いましょうって言った時に、その分配原資であるパイそのものが大きくなってないんです。だから結果毎年毎年同じ大きさのパイをみんなで分け合ってるだけなので、誰も豊かさを拡大できてないっていうのがここ30年の日本の状態だということです。だから GDP 国内総生産500兆がもしね、この30年で倍の1000兆になることができてたら、みんなの豊かさって単純に
2倍になってたわけですよ。要するにみんなで分け合う原子自体が、ね、その大きな原子自体が倍になってれば、当然分配でみんなで分け合いましょうって言った時でも2倍になってるわけですよ。じゃあ日本はなんでこの30年間みんなが豊かさ拡大できてないんですかって言ったら、パイが大きくなってないんですね。いつもいつも同じ大きさのパイをみんなで分け合ってるだけなんで、だから誰も豊かさを拡大できてないわけですよ。でそれって一番町とか都市で言うならば東京の責任なんですよ。東京が全世界から人物お金っていうのを呼び込むことができてないんです、うん、だからね、その日本に行きたい、東京に行きたいっていうことで、ね、人物お金っていうのが東京に集めることができてないんですよ。で国土、日本列島改造論のところで言いましたけれども、まあ、例えば荷物だったら、ね、結局、兵庫県の神戸港じゃなくて、韓国の釜山港に取られてるし、ね、海外観光客だったら羽田空港じゃなくて結局インチョン空港、韓国のインチョン空港に取られてるわけですよ。だから東京が全世界の人物お金っていうのを呼び込むことができてないんですね。そのことが、すごく問題だっていうことです。なので、まあ、冷静に考えた時に、まあ、社会主義国ですよね。だから人っていうのはね、もうみんな同じ、ね、結果なので、要するに結果の平等ですよね。今日機会チャンスの平等じゃなくて結果の平等を求めるその社会主義国っていうのは、まあ、例えば旧ソ連だとか旧東欧諸国だとか、もしくは北朝鮮とか、まあ、そういうふうに軒並みで失敗したはずなんですけど、もし世界で一番成功した社会主義国があると仮定したならば、もうそれはダントツで日本だということです。日本の中の格差なんて大したことないんですよ、本当に全世界の格差で、見た場合、だからたとえ日本にも格差があったとしても、やっていってもね、時給220円違うじゃないかって言えば、それは確かに違いますけどっていう話なんですけど、まあ、他国の格差に比べたらほぼないに等しいということです。なので日本にはね、圧倒的な富裕層も圧倒的な貧困層も、その両極端が存在してないんですね。だから日本で富裕層とかお金持ちっていうと、資産1億のミリオネアっていうのがお金持ちとか富裕層っていうイメージなんですよ、うん、だからあの人は、ね、資産を1億円持ってると、ミリオネアであると、ね、だからあの人はお金持ちだとか富裕層だっていうイメージなんですね。これが日本のイメージなんですよ、うん、とすぐお隣の中国だったら桁が3つ違います。丸が3つ違うんですよ。中国のお金持ちっていうのは1000億円からなんですね。資産1000億あって、あなたお金持ちなんですねっていうのが中国のお金持ち、中国の富裕層なんです。だから丸が3つ違うんですよ、うん、だから日本は世界的に見た時に圧倒的な富裕層ってほとんどいないですね、うん、だから1億資産1億です富裕層っていう日本と、資産1000億です、あなた富裕層なんですね、お金持ちなんですねっていうので、もう全然桁が3つ違うということですね。だから日本には世界的に見た時の圧倒的な富裕層っていうのがそもそも存在してないし、逆に圧倒的な貧困層ですよね、うん、例えばね、生活保護を、ね、受け取ってる方、っていうのもいらっしゃるわけですけど、その方々も全然ね、スマホを持っていたりするわけですよ、まあ、中にはですよ、まあ全員が全員とは言わないですけど、中には生活保護っていうのを月に1回ね、まあ、ね、結局、まあ、役所から振り込んでもらったら、ああ、やった、給料日だってね、給料が振り込まれたっていうことで、ね、結局そのね、振り込まれた、まあ、要するに生活保護のお金の一部っていうのを握りしめて、で、パチンコ屋さんに行って、パチンコでお金を増やそうとする、まあ、そういう生活保護を受給してる人も中にはいたりするわけですよ。だから全世界の本当に、まあ、例えばニューヨークとかね、そのサンフランシスコとかで、本当になんかね、ずっとホームレスをやってる人たちとは、貧しさのレベルも全然違うんですよね。だから日本には圧倒的な富裕層も存在してないし、圧倒的な貧困層も存在してないんですよ。で、日本の中に格差ありますかありませんかって言ったらあるんですよ、うん、確かに沖縄と、ね、東京で比べたら時給で221円違うんですよ。だから格差はあるんですけど、そんなの全世界の格差で見た時には、ね、結局例えばアメリカのサンフランシスコとかって言ったら、ね、サンフランシスコとかロサンゼルスとかって見たら、ね、本当にハリウッドスターもいれば、もうテント暮らしのホームレスも、ね、同じ街に住んでるわけですよね。そのロサンゼルスとか、ね、ハリウッドがあるような街っていうのはね、まあ、そういう、ね、格差からすると、もう日本なんてなんだかんだ言ってみんなパソコン持ってるし、インターネットの環境に住んでるし、スマホ持ってるしみたいな、ね、っていうことで、まあ、はっきり言って格差、存在してる格差なんてたかが知れてるわけですよ、うん、だから、まあ、日本には圧倒的な富裕層も圧倒的な貧困層も両方が存在してません。
1%、みんなが大体同じぐらいなんです、平均レベルなんですよ。日本国内で見たら格差があるように見えるだけで、全世界の中だったらほぼないんですね。日本の格差っていうのはもうほぼないレベルです。もうみんな大体一緒じゃんみたいな、そういうレベルだっていうことです。なので日本の場合っていうのは、一極集中が起きてることが問題なんじゃなくて、一極集中が起きてないことが問題なんですよ。だからね、神戸港に全世界の荷物を集められなかったことが問題なんです。羽田空港に全世界の観光客を集められなかったことが問題なんですね。で、結局全世界の人物お金ですよね。じゃあ自分はね、日本に行きたい、憧れの東京に行きたいっていう、そういう若者、全世界レベルで見た時のそういう若者とかそういう女性が圧倒的に、割合として減り続けてるっていうことが問題なんです。だから東京だけは本当はものすごく一極集中で、もうピカピカの、ね、それこそアジア一とか世界一の、そういう街っていうのを目指すべく、日本の全部人物お金っていうのを集中させるべきだったんですけど、それができなかったんですね。だからそれが問題だと。だから結局全世界の人物お金っていうのが集まってないんで、この30年間結局経済が横ばいで、伸びてない限られたパイをみんなで毎年毎年分け合ってるから、誰も豊かさを拡大できてないということです。はい。で、頑張っても頑張らなくても生活レベルに大した差がないんで、頑張らない方が得な国になってしまってるってことが大問題ということですよね。圧倒的に差が出ればですよ。だからすっごい頑張った人はめちゃくちゃ華やかな生活がすることができて、で頑張ってない人はもう下手するとね、生存レベルが危ないみたいな、そういうね、ものすごい本当の意味でですよ。それこそアメリカとかね、そのロサンゼルスとかで起きてるような、そういう格差があれば、もうね、頑張った方が得だってことになるわけですよ。本当に一生懸命頑張んないといけないし、もし頑張ったらアメリカンドリームが叶って、本当にね、豪華な本当に華やかな生活ができるというんだったら、やっぱり頑張った方が得になるわけですけど、日本はそうじゃないわけですよ、ね、別に東京に住もうが、ね、福岡に住もうが、鹿児島に住もうが、あんまり生活レベルが変わんないんですね。だから、結局それだったら頑張らないで、 これぐらいの、そこそこの、いい快適な生活ができたら方がむしろ良くないみたいな、そっちの方がむしろ賢くないみたいな、そういう風になってしまってるのがもう大問題だということです。だから格差があることが問題なんじゃなくて、格差が小さすぎることが問題だっていうことです。はい。で、もう一つですね。はい。じゃあ、今度はね、これから地方への移住者って、増えていくんでしょうかっていうようなご質問いただいてるんですけど、それはもう起きないということです。もう絶対起きないです。100% 起きないです。はい。もうね、私がね、小学生、中学生に社会を教えてた時の、東京の人口っていうのは1200万人で教えてました。東京っていうのは1200万人都市なんだと。ね、1億2000万人の約10分の1が東京に住んでますっていうふうに子供たちに教えてたんですね。今は1400万人ですから。ね、だから私が小学生中学生に社会を教えてた頃と今ではもう東京の人口はたったこのね十何年間で結局200万人増えてるんですね。これはもうこれからも続きます。当然ですということです。なぜかって言えばもうね、人、特に若者とか女性の本能が、もっと明るくて華やかな場所に行きたい、これが本能なんですよ。だけどもうね、この30年間結局経済は上がんないのがね、伸びないのが当たり前で、自分たちの給料とか所得も伸びないのが当たり前だと。だから自分たちの、家計とか、予算っていうのがもう限られてるんで、だから、結局我慢してるわけですよ、みんな。もしこれが毎年毎年どんどんね、例えば日本国が経済が伸びていって、ね、自分たちの給料とか所得が毎年のように上がっていって、それこそ昔のね、高度経済成長期みたいに、ね、別にお金の勉強なんか1秒もしなかったとしても、ね、郵便局の定期預金だけで年 6% お金が毎年毎年複利で増えていくような、ああいう時代だったら、みんなどんどんね、もっといいね、例えば車が欲しいとか、もっといい場所に住みたいとか、もっとね、綺麗な服を買いたいとかね、そういう風に、なったわけですよ。要するにみんながね、自分の感情に正直に、欲求欲望に正直に生きることができているわけなんですよ。でもじゃあ日本ってこの30年間、経済は伸びてませんよね、会社の売上も利益も増えてませんよね、で自分たちの給料所得も増えてませんよね、だから予算が限られてるわけですよ、家計が限られてるわけです。だから我慢してるわけですよ、ね、自分はそれ欲しくないとかね、自分はここでいいんだとか、っていう風に、いやもうね、持ってるものを大事に
大事に繰り返しね、節約して使いましょうっていう風に、要するに本能を一生懸命頭で押さえつけてるわけですよね。でもそれは押さえつけてるだけで本能じゃないんですよ。若い人は絶対にね、明るくて華やかな場所が好きだし、女性は絶対明るくて華やかな場所が好きなわけですよ。だからもし女性が例えば自分が持ってる予算っていうのがね、あとで10倍100倍になってたら、もっともっと百貨店デパートとかショッピングセンターの1階とかでね、いろんな化粧品試してみたり、いろんな服を買ったり、いろんなバッグを買ったり、いろんなアクセサリー買ったりしたいはずなんですよ。でそれをしてないってことは結局我慢してるわけですよね。いやもうどうせね、給料増えないし、所得増えないし、家計の予算が増えないしみたいな感じで、ね、だから欲持っちゃいけない、欲持っちゃいけないって言って押さえつけてるだけですよね。だけどそれは押さえつけてるだけであって本能じゃないんで、本能は絶対にもっと明るくて華やかな場所がいいと、ね、だからね、どうせ住むんだったらもっと明るくて華やかな場所に住みたいし、ね、どうせだったら一生一回だったら自分が欲しいものはどん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 ね、買いたいというね、できる体験であったらどん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 体験したいっていうのが本能なんで、でなれば当然地方から都市に行く方が自然であり、それが逆流することはないということです。もうこれも断言します。はい、では、コメント返信に戻ってということで、はい、日本列島改造論が失敗したのは、ケインズの理論にあった非常時に、政府が干渉するを超えて落ち着いた状態になっても政府が干渉し続けたのが問題だったという受け取り方でいいでしょうかということで、いいです。はい、その通りです。はい、もう政府はですね、結局、石油危機ですね、1973年の石油危機を対応した後ぐらいでもうね、経済から引くべきだったんですけど引かなかったっていうことですね。そこからはもうひたすら、まあ、はっきり言って、政治にがですね、まあ、経済に干渉していいことは何もなかったと。もう百害あって一利なしというのはまさにこの時のような、この時に使うような日本語だということです。はい、なので、まあ、ミーツさんの解釈で OK ということです。はい、で地方も発展していかなければというのはいいことのように思います。これが政府発信ではなく地方の誰かの熱意で行われたら、その後の税金なども発生せず成功したのでしょうかということですね。これもその通りということです。経済を発展させるのは政府の役割じゃないんで、基本的には政府って何のために存在してるんですかって言ったら、極論ですよ、極論、ね、夜警なんですよ。夜の警察、夜のガードマンなんです。だから今の言葉で言うならば、まあ、例えば日本国内の治安維持法律に反したようなそういう行動を取った人を、まあね、取り締まる警察ですよね。だから内政で言えば警察で、外に対して言えば防衛ということですよね。だから警察、防衛、あとはまあね、外国と仲良くする外交ですかね。うん、だからその警察、それから防衛、あとはまあ外交ですよね。まあそれぐらいなんですよ。あとはまあ日本国憲法の中に憲法25条ですよね、生存権っていうね、権利があって、人は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていうね、まあそういう権利があります。だから日本国憲法の中に一人一人はですね、要するに日本国民は社会権、生存権っていうのを持っていて、人は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するので、だからじゃああなたは全然ね、頑張ってない、努力してないね、だからもうあなたは飢え死にしてくださいっていうわけにはいかないわけですよ。うん、ではその人も、まあ、どれだけ頑張ってなかったとしても最低限度の生活を営む権利は有してるんで、だからまあ生活保護っていうのはね、まあ、そういう意味で、まあ、憲法上は必要な、まあ、制度だったりするんですね。でもそれっていうのははっきり言ってね、経済を発展させるっていう役割じゃなくて分配の話ですよね。うん、だからそれこそお金持ちとか富裕層から納めてもらった税金っていうのを、まあ、結局一時的に何らか社会的に不遇な状態にある人に、まあ、一時的に生活保護っていう形で再分配して、その方に、まあ、最低限度の生活を営むっていうのを、まあ、支援するっていうぐらいなわけですよ。だからめちゃくちゃ政府って本当はね、もう役割とか機能ってもうね、ほとんどないっていうぐらい小さいんですよ。にもかかわらずなぜか経済に関わってるじゃないですか。だからもういいことが何もないってことなんですね。本当に百害あって一利なしということです。だからもし地方を発展させていくっていうんだったら、それ政府の役割じゃないんですね。それは企業の役割なんですよ。だから経済っていうのは消費者による需要と、ね、企業による、ね、生産者である供給の需要と供給の話なんで、だから政府のが、ね、地方を発展させる必要もなければ、またその能力も持ってないっていうことです。
はい、だから もし地方を発展させようっていうんだったら、究極はやっぱりね、狂った熱狂した起業家っていうのが出てこないとやっぱり厳しいです。だからその地方から狂った起業家、熱狂した起業家っていうのが出てこないと厳しいと。逆にその起業家が出てきた場合はその地方っていうのは発展しますよということです。はい、例えば、ジェフ・ベゾスという方はですね、この方はアマゾンの創業者であり、今はもうね CEO 最高経営責任者を、ね、別の人に譲りましたけど、実質アマゾンっていうのは、実際はこのジェフ・ベゾス1代で作られた世界企業ということになりますよね。ってなった時に、ジェフ・ベゾスは最初ね、自分は証券会社で勤めてた、いわゆる会社員、サラリーマンだったわけですけど、その会社をね、証券会社を辞めて、ね、今からはインターネットの時代が来るということで、ね、本当に自分たちが持っている、家財道具みたいなのを自分が持ってた車に乗っけて、要するに車に入るぐらいの荷物だけで、結局奥さんと2人でね、結局地方に行って、例えばシアトルとかに行って、ね、そして、ね、自分でホームページを立ち上げて、そしてまずは、ね、いろんなところにネットで、ね、物を、売れる、その一番売りやすいものは何かって言った時に、内容が、中古だったとしても同じであり、なおかつ、すごくこう配送がしやすいという、本っていうのを選んだわけですよね。例えばその生鮮食品とかっていうのはやっぱ難しいし、あと靴とか、っていうのは結構、その人その人にやっぱり合うものじゃないと、やっぱネットでは売れないと、そこからすると本っていうのは、極論ですね、はっきり言ってそんな新品と中古っていうのもそんなに違わないし、かつその本だったら、結局ね、誰が、売ったとしてもほぼ同じ商品っていうのを相手が求めてるものを、提供することができると、その提携ですよね、すごくこう形が定まってるっていうことで、本っていうのがやっぱりね、ネットで売るのがふさわしいっていうふうに考えて、ジェフ・ベゾスはですね、会社を辞めて、ある意味か、エリート会社員、エリートサラリーマンの地位を捨てて、そして自分が本当に生活に必要なものを車に詰め込んで、奥さんと一緒に田舎のシアトルに行って、その田舎で結局そのホームページを立ち上げて、まずは本のネット通販から始めたわけですよ。で、最初の注文の頃っていうのはもうね、このジェフ・ベゾスはね、ネットからね、本の注文が入ったってなったら、その本をね、自分の家の中に置いてあるね、はっきり言ったら書棚っていうか、ちょっとした小さな倉庫みたいなところから本をね、結局出して、それを自分で梱包詰めして、はい、発送してみたいなことをやってたわけですよ。そしたらジェフ・ベゾスは自分自身で結局本を、結局、梱包したり、それを配送するっていうのがめちゃくちゃ手間だと、すっごい大変だっていうことに気づいたわけです。なんでかって言ったら、ジェフ・ベゾス自身が、いざネットで本を注文を受けたら、それを、結局封筒に入れて本を送るっていうのを本人自身がやってたんで、これは、ジェフ・ベゾスは最初、錯覚してたわけですよ。結局そのネット通販ってインターネットの勝負なのかと思ってたけど、これ物流勝負なんだなっていうことに気づいたんですね。要するに一番大変なのはネットで本を売るっていうことよりも、その売った本を、発送するっていうのにものすごい時間とか手間がかかるんだなと、ここが、いわゆるこう、制約条件ボトルネックになってるんだなってことに気づいて、そっから、ジェフ・ベゾスは実際はネット通販で本を売る企業だったんですけど、彼自身がひたすら経営者として追求し続けてたのは、いかに物流を、最適化するか、いかに自動化するかっていうことにものすごい集中して、取り組んだわけです。だから自動倉庫とかね、っていうのにどんどん力を入れていって、いざ注文が入ったらその後の工程っていうのをいかに、効率よく自動化していくかっていうことに、取り組み続けたわけですよ。それで結局実際は今ジェフ・ベゾスは CEO 最高経営責任者はもう譲ってますけど、実際今のアマゾンっていうのは実質はジェフ・ベゾス1代で築いた、そういう世界企業なわけですよね。で、そうすると例えばアメリカのハイテクっていうのは要するに西海岸ですよね。サンフランシスコとかサンノゼとかあの辺っていうのが要するにハイテク企業が集まってるそういう都市なわけですけど、彼の場合は田舎の、アメリカで言えば田舎のシアトルで、結局成功したということで、
そのシアトルにものすごく大きな雇用っていうのを作ったし、そして実際その納税っていう形ですごく多額の税金っていうのを支払うということをやってるということですよね。だからまあアマゾンアメリカで年収2倍に最大4000万超ということでですね、はい、基本年収の上限35万ドルということですよね。まあ、現在16万ドル約1900万円としている基本年収の上限を2倍以上の35万ドル約4160万円にするということですよね。だからそのね、あえて西海岸のですね、あえて西海岸のサンフランシスコとかサンノゼではなくて、アメリカの中では比較的田舎の方に入るシアトルの方でたくさんの人を、それこそ何万人以上っていう人を雇用して、しかもその人たちにものすごく高給を支払っているということですよね。で、雇用とか納税っていうので実際貢献しているわけです。だからシアトルっていう街をね、こうどんどん発展させていってるのはシアトル州政府じゃないわけですよ。で、そうじゃなくてね、アマゾンっていう企業でありジェフ・ベゾスなわけですよね。これが本当の地方創生ということになるわけです。まあね、アメリカの事例だけじゃなくて、まあ、日本の事例っていうことで見れば、まあ、例えばね、豊田市ですよね。もともとは愛知県衣市だったわけですけど、その愛知県衣市っていうのところにね、トヨタ創業家3代目ですよね、豊田喜一郎が、結局自動車っていうので、まあ、会社を立ち上げたということですよね。もともとはね、トヨタ佐吉がですね、まあ、織物の、機械っていうのをやってたわけですけど、3代目の豊田喜一郎が、まあ、結局自動車っていうね、新産業に、まあ、挑戦して、そして、まあ、結果的にはね、それを本当にね、まあ、日本のトヨタ、世界のトヨタになり、そしてもうトヨタ、衣市、愛知県衣市は愛知県豊田市になったわけですよね。まさに企業城下町になっていったわけです。これがまさに地方創生ですよね。だから愛知県衣市を発展させたのは衣市役所じゃないわけですよ。トヨタですよね。トヨタであり、もっと極論するならば豊田喜一郎が発展させたということになるわけです。はい、大阪の門真も全く一緒ですよね。ね、門真市を、ね、発展させたのは門真市役所じゃないわけですよ。そうじゃないですよね。現パナソニックであり、旧松下電器であり、もっと極論するならば松下幸之助が結果的にはこの、ね、大阪門真市っていうのをすごく発展させたということになるわけです。はい、まあ、鹿児島の事例で言うならばですね、まあ、財宝っていう企業があったりするんですけれども、ね、もうこの財宝温泉ということでね、そのね、すごくこう天然水で、日本一の企業なんですけど、まあ、この、財宝っていう企業が結局、まあ、鹿屋市とか垂水市っていうのを発展させているわけです。必ずしも鹿屋市とか垂水市っていうのは鹿屋市役所とか垂水市役所が発展させたわけじゃなくて、財宝が発展させているわけです。財宝がその地域の住民たちをたくさん雇用して税をたくさん納めているわけですよね。だから、まあ、企業が実際に地域に貢献しているわけです。政府の役割じゃないんですよ。政府はね、はっきり言ったら経済は関わらなければ関わらないだけうまくいくんです。だから、ね、邪魔さえしなければいいってことなんですよ。規制をかけて、ね、いろんなね、これやっちゃダメだ、これやっちゃダメだ、これやっちゃダメだって言って規制をかけて、ね、邪魔さえしなければ、ね、その地域から、ね、何らか、ね、優秀な、まあ、熱狂した起業家っていうのが現れて、その起業家が成功していけば結果的にはその、ね、会社の本社とか本店があるところが発展していくっていうことです。それが本当の意味での地方創生ということになるわけですね。だから政府の役割じゃないということです。政府は警察、ね、防衛、あとは、ね、生活保護などの所得の再分配も以上ということです。もうそれぐらいしかもう役割としては残ってないということです。はい、ではコメント返信に戻ってということで、はい、ものすごく納得、すっきりできました。正しく判断できるために学びは大事だと改めて感謝ですということで、はい、渡辺さん、こちらこそということで、いつもですね、動画をご視聴くださり感謝しています。そしてコメントありがとうございます。はい、それから招き猫さんですね。国民も自分で確定申告ができるような能力を身につけるのも一つの考えではと考えますって、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです、ね、日本人ってね、とにかくお金の勉強しないし数字を見ないんですよ。とにかくもう任せっきりですよね。だからその、ね、公務員とか会社員の、ね、もう源泉徴収なんてその最たるものじゃないですか、ね、だから自分が、ね、いくら税を払ってるかっていうのを把握しないで生活することができてるわけですよ。ってなると当然 PDCA プラン、ドゥ、チェック、アクションの C がないですから、数字による検証ってないんですよね。だったらご自身の、ね、家計状態の改善なんて無理に決まってるわけですよ。体重計乗らないのに体重を痩せ、ダイエット成功しましょうって言ってるのと同じで、ね、これ基本的に無理な話ですよね。ってなった時に、じゃあ国民が一人一人、自分が全員がですよ、確定申告するってことになると、少なくとも1年に1回は自分の家計
計状態っていうのをお金として数字としてしっかりと見るってことになりますよね。そしたら少なくても、ね、国民一人一人レベルで PDCA の C が行われる、数字による C 検証チェックっていうのが行われるということになるわけですよ。だったらそのね、一人一人国民の中からじゃあ自分の家計状態とかっていうのをどうしていけばいいんだろう、会社状態っていうのをどうしていけばいいんだろうっていうことで初めてそこから A アクション、じゃあどうすれば1円収入が増えるのか、どうすれば1円支出が減らせるのか、どうすれば利益を1円増やせるのかっていうことが始まっていくわけですよ。だから始まんないですよね、数字を見なければ基本的には、だから PDPDPD って言っていやいやいや数字の検証 C がないですよねっていう状態でずっとやってきてるわけですよ。で過去の20世紀はそれで良かったんです。過去20世紀は昭和時代っていうのは人口も経済も全部右肩上がりだったんで、そのお金とか数字を見なかったとしても、ね、なんとなくね知り合いの人に言われて、ね、郵便局に定期預金してたら年 6% 福利でどん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 お金が勝手に増えてましたみたいな、そういうね古き良き時代みたいなのもあったんで、だから日本人はお金の勉強しなくてもよかったし、ね、お金とか数字を見る必要もなかったんですけど、今はもうそういう時代じゃないんで、今はね銀行にずっとね10年20年30年ね預け続けてたとしてもお金なんか全く増えないわけですよね。で増やすってことになると当然お金とか数字を見てね学ぶべきことを学び、勉強するべきことを勉強しないと当然増やすってこともできないわけですから、だからまずは国民も自分で確定申告ができるような能力を身につけるのは一つの考えではないかと考えますというのは本当におっしゃる通りです。そこから全て始まるって言っても過言ではないということです。はい、山なき猫さんですね、はいとまさにおっしゃる通りということで、動画のご視聴並びにコメント感謝しています。いつも本当にありがとうございます。はい、そして悦子さんですね、こういうことを知ると税金を払いたくないという気持ちが湧いてきますが、同時に税金は気持ちよく払うからさらに経済的にも豊かになる、税金は社会の役に立つのでどちらの側面もあると感じていますが、これはどのように解釈していけばいいのか何かヒントいただけると幸いですということで、はい、後半の部分ですね、はい、税金は気持ちよく払うからさらに経済的にも豊かになる、これこの解釈で OK ということです。はい、でまず論理と感情っていうのをちょっと分けましょうということですね。論理的な部分と感情的な部分っていうのを分けましょうということです。でまず論理的な部分ですよね。例えばね、所得税がこうだとかね、消費税がこうだとか、酒税がこうだ、タバコ税がこうだとかね、そういうこう論理的な部分っていう部分ですね。でこれは数字を詳しく知れば知るだけいいということです。お金ってまあなんだかんで言っても結局数字なんで、だ数字に弱い人はやっぱお金に弱いわけですよ。で数字に強い人はやっぱお金に強くなるわけですよね。だお金持ちってみんな数字に強いわけですよ。なんでかって言ったらお金って数字だからっていうことですよね。だから数字をまず詳しく知りましょうということです。そうするとですね、どん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 やっぱ具体的な方法っていうのが見えてくるんですね。じゃあね、日本で一番多いのは個人事業主なわけですよ、だから個人事業主が一番多くて、そして中小企業がその次 でそして大企業がその次 で上場企業というのは日本の、ね、380万社のうちの 0.1% 3800社しかないということですよね。だから一番多いのは個人事業主ですと、で次に多いのは中小企業ですと、でその次に多いのは大企業ですと、でその大企業の中でも、ね、そのトップ 0.1% の、ね、380万社中3800社だけが上場企業ですと言った時に、じゃあなぜその上場企業は上場をゴールとして目指したのかっていうのがだんだん見えてくるってことなんですね、で数字を知らなければ別に一生個人事業主でいいっていう風な考え方になるわけですよ、ってなった時に、例えば今回はね、所得税の累進課税っていうのをやりましたけど、900万以上をね、結局所得として得てしまうと、まあ実際は1000万円以上でね、いろんな控除を引いてね、課税対象の所得が900万ってことですけど、まあね、仮にまあ1000万とか900万を超えると、もうね、ほとんどね、どん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 所得税で取られるだけで、あんまり豊かになれないんだなってことがわかるわけですよ。それってなんでわかるかって言ったら、数字を詳しく知ったからわかったわけですよね。あ、900万を1000万、1000万を1500万、2500万、2000万っていうふうに目指してたけど、所得税がどん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 ね、税率が上がるっていうことになると、実質手取りってほとんど増えないんだなって、そういう仕組みになってるんだなっていうのが分かるわけですよ。ってなると、個人事業主としてひたすらひたすら年収を上げ続けようっていう考え方っていうのを改めることができるわけです。改善することができるわけですよ。じゃあなんでね、個人事業じゃなくて会社経営の方がいいのかっていうのが見えてくるわけですよね。だったらね、自分はもうね、個人事業主として、
自分のお財布と、ね、結局仕事ビジネスのお財布を一緒くたにごちゃ混ぜにするんじゃなくて、会社と個人のお金っていうのをしっかり分けちゃって、でもう自分のお金っていうのは会社から役員報酬っていう形で受け取った方がいいんだなと。でそれは生活に必要なものであり、まあ、はっきり言ったら所得税のことを考えると、まあ、役員報酬ってもう1000万円ぐらいでいいんだなっていうことが分かるわけですよ。じゃあそれ以上お金持ちになりたいっていうんだったらどうすればいいかって言えば、もうね、自分は会社から役員報酬は例えば年、ね、1000万なら1000万とかっていう形でもらって、そして仕事とかビジネスとか投資に直結するものは全部会社経費として支払ってしまうということですよね。でそしてそれで、まあ、法人税まで支払い終わった後の会社で残った利益っていうのの一部を株主として配当という形で受け取ればいいっていうことが見えてくるわけです。そうすると、ね、所得税の場合は累進課税なので、結局額が大きくなればなるだけたくさんの割合を支払わないといけないから、結局なかなかね、例えば年収1000万が2000万になったって言っても自由に使うことができるお金っていうのは思ったより増やすことができないわけですよ。でも配当の場合は金額関係ないんですよね。配当の場合は全部配当課税は 20% なんで、だからたくさん配当を受け取ろうが、じゃあ少ないお金の配当を受け取ろうが全部 20% で済むわけですよ。ってなれば役員報酬をガンガン上げていくんじゃなくて、会社をどんどん成長させて、その筆頭株主である自分はその会社の利益の一部を配当っていう形で受け取れば、そしたら配当課税 20% で固定することができるわけですよ。だからより自由に使うことができるお金っていうのが増えていくわけですよね。っていうのが見えてくるわけです。だんだんそういうことが見えてくるかどうかっていうのは、数字にどれぐらい詳しいかっていうことに尽きるんですよ。でその数字のことを全然知らないから、ね、自分はね、別にね、個人事業主でいいと個人事業主で、ね、もし偶然たまたまラッキーで、ね、事業が大きくなったら、将来大きくなったら会社経営で会社を設立しようとかっていう考えになるんですけど、そういう人は一生個人事業主なんですよ。考え方が逆なんで、ね、そうじゃないんですよね、たまたま偶然ラッキーで事業が大きくなったら個人事業主から会社経営に切り替えようっていう人はもう 99.99% 以上一生個人事業主です。そうじゃないんですよね。そうじゃない、最初から会社経営なんですよ。最初から会社経営、それはそれだけやっぱり、ね、ゴールでもっとね、大きなね、経済的な成功をしたいってなったら個人事業主じゃ無理だからなんですよね、個人事業主だったらどれだけ稼いだとしても全部所得税で、ね、大概持っていかれちゃうんで、だからお金持ちになれないわけですよ、どうやったって。仕組み上、システム上ね。だったら最初から会社経営で、ね、やっていけば、で今度は会社の仕組みっていうのがどんどん分かっていくんで、あ、じゃあ役員報酬は1000万なら1000万でもいいやと。あとはひたすら会社を成長させて、会社の資産っていうのを大きくして、会社を成長させることによって配当を受け取って、配当課税の 20% で抑えればいいと。そしたら自分の自由に使うことができるお金っていうのを増やしていくことができるんだなとかね、仕事とかビジネスに直結することであれば、まあ、結局役員報酬以外の会社の経費という形で、ね、しっかりと、ね、経費で計上していけばいいんだなとかっていうのが見えてくるわけですよ、でそれでまあ、ね、どこまでいけるかっていう話で、でそれで限界があるっていうんだった時に、ね、それでも自分の夢とかゴールはもっと大きいんだと、ね、それでもまだ自分の、ね、ゴールとしている豊かさには到達できないんだってなったら、じゃあなんで世界的なお金持ちとか富豪は全員上場を目指すのかっていうのが見えてくるわけですよ。それは結局株っていうのも自分の一つの商品として売るってことができるからっていうことですよね。要するに自分たちの商品っていうのを増やすことができるわけですよ。自分たちの商品っていうのをね、自分たちの商品サービスっていうプラス株も商品として株式市場で売るってことができるからですよね。でそれで結局世界的な富豪が持ってる資産っていうのは、一番は自分が会社経営しているその会社の株なわけですよね、だから株が一番資産になってるわけです。でもその株が資産になるかどうかっていうのは、株式市場で自分が持ってる株を売れないと結局資産化できないんで、まあ、要するに現金化できないんで、だから上場を目指してるわけですよっていうことがどんどん見えてくるんです。だから、ね、数字を詳しく知るってことはすごくね、やっぱりメリットが大きいんですね。ほとんどの人が見ることができない世界っていうのがどんどん 見ることができるようになっていくわけです。で今回ね、その日本列島改造論の
ところで税金やったら、ね、あ、税金こんなに払ってるって言うんだったら、ね、もっと節約した方がいいんですねみたいな、ね、まあ、そういう考えっていうのを、まあね、持たれた方もいらっしゃったみたいなんですけど、私が意図してるのはそこじゃないんですよ、うん、そうじゃないんです。こんなに払わないといけないんだったら、こんなに払わないといけないんだったら節約した方がいいっていうのを、まあ、みんなに、ね、思ってもらいたいからこんな動画を撮ってるわけじゃないっていうことです。むしろ逆だってことですよね。むしろ逆なんですよ。もっとたくさん払うにはどうしたらいいんだろうっていうことなんです。一言で言うと、それは感情面です。論理面じゃなくて、論理面じゃなくて感情面なんですね。感情面は税金は気持ちよく払うということですよね。うん、ね、ね、で、まずは会社を設けてくださいと。ね、で、税金を払いましょうと。ね、で、社会貢献できてるということで、ね、日本で、ね、例えばじゃあ、日本は中小企業が 99% ですと。で、その中小企業っていうのはずっと中小企業でずっと大きくなりませんと。なぜですかって言ったときに、ね、考え方がせこいんですよね。せこましいんですよ。はっきり言って。中小企業って。うん。なんでかっていうと、税金は払わない方が得だって思ってるんですね。だから一生中小企業なわけですよ、うん、ってなった時に、まず中小、まあね、個人事業主がたくさんいて、その上に中小企業経営者がいて、でその上に大企業経営者がいて、その上に上場企業の経営者がいるわけですけれども、中小企業の経営者で、ね、決算書、特に貸借対照表が読むことができるのは 20% なんですね。だから中小企業経営者でありながら決算書、特に貸借対照表が読めない経営者っていうのが8割いるんですよ。8割、8割の中小企業経営者は決算書、特に貸借対照表が読めません。読めないんです。それは車を運転するときにバックミラー見ないで運転してるのと一緒ですよね。ね、バックミラー見ないで、ね、ひたすら前だけを見て、自分はね、安全運転ができるかどうかっていうのを試してるっていうような状態で、もう極めて、リスクが高いことをやってるわけです、うん、だから当然ね、車を安全に目的地に、ね、運んでいくっていうんだったら、当然バックミラーとかルームミラーとか、確認しながら、ね、運転していくっていうのは当たり前だし常識なんですけど、日本の、中小企業経営者の8割はですね、結局、決算書が読めない、貸借対照が読めない、だからバックミラーもルームミラーも見ないで前だけを見て車を運転してるっていう状態になってます。で、そうした時に、じゃあね、その人たちなんでね、結局会社経営できてるんですかと。で、決算書読めない、貸借対照表読めない、なのになんでその人たちは会社経営できてるんですかって言ったら、税理士の言いなりになってるわけですよ。一言で言うと、まあ私はね、数字とか決算書とかそういう難しいことはよくわかんないんで、もう先生にお任せしますみたいな、まあ、そうやって、まあ、税理士に丸投げしちゃってるんですよね。で、まあ、税理士はもう社長から丸投げされてるんで、まあね、結局、じゃあね、社長もっとこういうふうにした方がいいですよとか言ってアドバイス受けて、ああ、まあね、お金のプロ、税理士がそう言うんだったらそうした方がいいかなっていうふうに考えて、いわゆるですよ、いわゆる中小企業だけで通用する節税っていうのをやったりするんですよ。うん、要するに節税対策みたいな感じでね。うん、税理士って何の仕事ってしてるかって言ったら、中小企業経営者に対して節税対策をね、アドバイスするっていうので、まあね、顧問料みたいなのを受け取ってるわけですよ。うん、じゃあ節税対策って何なんですかって言ったら、簡単に言えば経費をどんどん使いましょうっていう話なんですよね。会社にはどんどん経費を使いましょうと。売上が立ってますでね、例えばいくらでもいいんですけど、じゃあ売上が例えば1億立ってますとね、で経費も1億使っちゃいましょうと。そしたらね、売上1億で経費1億ですからね、じゃあもう利益ゼロですよね。ってことは法人税っていうのはその利益の 30% ですから、法人税ゼロにできるわけですよ。そしたらね、ほらっていう感じでね、本当は払うべき法人税っていうのを払わなくて済んだということでね、法人税ゼロで節税できましたよねみたいな、そういうね、まあね、税理士が多くて、でその税理士の言うことを中小企業経営者っていうのは聞いちゃってるわけですよ。あ、お金のプロ税理士の先生さすがだなみたいな、あ、これも経費になるんですかみたいな感じでね、で本当にどうしようもないなって感じなんですけど、それでね、今年も節税できました、今年も節税できましたみたいな感じで、税金を払わない方が得みたいな感じで、ね、それで一生中小企業なわけですよ。絶対事業が大きくならないし、会社が大きくならないわけですよね。なんでかって言ったら、未来に対しての再投資ができないっていうことなんですよ、一言で言うと。
だから、ね、今年も売上1億、経費1億、利益ゼロ、ね、でまた次の年も売上1億、経費1億で利益ゼロってなった時に、じゃあコロナみたいな時はどうするんですかって言ったら、もう借り入れするしかないですよね。だって貯めてないわけですから、お金をね本当に、ね、売上1億、経費1億、利益ゼロ、売上1億、経費1億、ゼロ、利益ゼロ、ね、コロナが来ましたとかって言ってね、だって貯めてないですよね、今までね、全く。ね、今まで10年20年30年会社経営してるのに全く利益剰余金っていうねものが溜まってないわけですよ。ってなったら、ね、お金借りに行くしかないですよね。だから会社を経営すればするだけどん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 借金だけが増えていくっていうね、もうどうしようもない経営になっていくわけですよ。なんでですかって言ったら、根本は経営者が悪いわけです。お金を見てないんですね。決算書とか貸借対照表を勉強してないわけですよ。だから税理士の節税対策っていうのの言いなりになってるわけです。税理士っていうのは、ね、国家試験に合格したお勉強した人たちなので、お金持ちじゃないんですよ、基本的には、単なる、ね、座学の人たちじゃないですか、ね、その座学のお勉強した人たちに、ね、会社経営者が簡単に、ねまあね説得されちゃってるわけですよ、ね、だから税理士の言うことを聞いてたって絶対お金持ちにはなれないんですね、お金も税理士そのものがお金持ちじゃないんで、基本的にはだから、ね、そうじゃないわけですよ。税金はね、たくさん払わないといけないわけです。じゃあ、例えば売上1億ですと。ね、じゃあ、例えば経費は、まあ、仮にですよ、まあ、いくらでもいいんですけど、まあじゃあ仮に経費は5000万で済みましたと。ね、そしたら利益は5000万出るわけですよ。利益は5000万出ますと。ね、そしたら利益5000万に対して法人税 30% ですから、1500万税金払うことになりますよね。法人税払うわけですよ。でそれもったいないと思っちゃダメなんですよね。それは気持ちよく払うんです。それは気持ちよく払うわけです。そしたら1億使い、まあ、1億売り上げました。で経費は5000万でした。利益5000万です。法人税 30% で1500万円法人税を気持ちよく払うんですよ。そしたら3500万残るじゃないですか。それを貯めていくわけですよ、ずっと。それをずっと貯めていって、でその中で例えば3500万っていうのを例えば貯めていって、でそれが1億になりました、2億になりましたって言って、それを未来の、ね、会社をさらなる成長させていくときに再投資していくわけです。で仮にですよ、売上が1億ですと。だけど、ね、コロナみたいなことが来ましたと。コロナみたいなのが来ました。だけど、ね、会社にはもうすでに今までの利益っていうのが1億以上貯まってますだったら、別に慌てる必要ないですよね。だって売上1億ですよね。で、もう会社の方に現預金っていうのが、利益剰余金とか現預金っていうのが1億貯まってるんだったら、慌てる必要ないわけですよ。ああ、コロナで、極論ですよ。極論、売上が1年間ゼロだったとしても、今年はどうってことない。びくともしないと、いうことになるわけですよ。うん、それが経営ですよね。だから松下幸之助がダム式経営っていうことを言いましたけど、もうまさにその通りなわけですよ、ね、誰の言うこと聞いてるんだと、ね、税理士の言うことを聞くのか、ね、経営の神様松下幸之助の言うことを聞くのかっていうね、その程度のことも、ね、まあ、はっきり言って日本の中小企業の8割は分かってないわけですよ。だから決算書が読めない、貸借対照表が読めない、もうね、1年に1回の申告に関しては税理士の先生に丸投げでよろしくお願いしますみたいな、で、まあ、節税みたいな感じでね、とにかく経費はね、上手に上手に使って全部使い切れば法人税支払わなくて済むからみたいな、本当にせせこましいね、もうケチくさい、もうそういうアドバイスをね、聞いて、一生、ね、10年20年30年会社経営してもずっと小さい企業のまんまということが起きているわけですね。そうじゃないってことなんですよ。税金は気持ちよく払いましょうということです、払えばもう払った人にしか感じられない感情っていうのがあるわけですよね、例えば税金を法人税100万払いましたって言ったら、やっぱ気持ちいいわけですよ。あ、少なくても自分は日本っていう国に100万円は、ね、貢献したんだなと。それをじゃあ、ね、今度は法人税100万円、今年は法人税100万円払ったけど、来年は法人税1000万払おうということを目標にするわけですよ。そして法人税1000万払ったら、まあ、自分は、ね、まあ、今年も本当に、ね、日本に貢献したなみたいな、そういう何とも言えない爽快感みたいなのがあるわけですよね。よしと、ね、じゃあ自分は今度は法人税1億払うことを目標にしようということですよね。それでこそ本当の起業家であり、それでこそ本当の経営者なわけですよ。だ
だからそうね、悦子さんが書いてる通りなんです。税金っていうのは気持ちよく払えば払うほどいいんですね。これがね、払いたくないっていう感情になるとブレーキがかかっちゃうんですよ。売り上げたくさん上げたい、利益もたくさん欲しい、だけど利益をたくさん出しちゃったら税金たくさん払わないといけない、でも税金払いたくないってなったら矛盾が起きますよね。心の中に矛盾が起きるんですよ。だからそれが結局売り上げを上げるとか利益を出すってことに対してブレーキになっちゃうんで、ね、売り上げ増やしたい、利益増やしたい、だけど税金払いたくないだったら矛盾が起きちゃうんで、だからそれが自分の心の中でブレーキになってしまって、結局稼ぐことに対してブレーキがかかるんですよね。そうじゃないんですよ。売り上げ上げたい、利益をたくさん計上したい、税金もたくさん払いたいだったら心にブレーキがかかんないんで、そしたら、あ、今年は法人税100万払った、あ、100万は少なくても日本に貢献したなと、じゃあ来年は1000万払おうと、来年は1億払おうと、ね、あ、自分はね本当に会社経営を通じて、ね、日本に貢献してるんだなっていう感覚をどん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 大きく大きくしていくっていうことですよね。それが本当の起業家であり経営者ということです。じゃあ、ね、その数字って何のために勉強してるんですかって言えば、それはもっともっとね、数字に強くなればなるだけ、ね、より、まあね、次の道っていうのが見えてくるということです。なんで個人事業じゃなくて会社経営がいいんだろう。なんで会社経営じゃなくて、ね、上場を目指した方がいいんだろうっていうのがどんどん見えてくるんで、だから数字は数字でどん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 詳しく数字に強くなっていった方がいいということです。だけど、感情的にはいつもいつも税金は気持ちよく払うと。ね、売り上げも増やす、利益も増やす、儲ける、たくさん税金払う、たくさん社会貢献する。それで自分の心の中に矛盾も作らなくて、気持ちよくどん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 ね、商売ビジネス投資っていうのに邁進していくっていうことがすごく大事だということです。はい、まあ、商人っていうのはもうたくさん儲けて、たくさん税払って、たくさん社会貢献する、もうこれが大原則ということです。はい、だからまあね、悦子さんのね、後半の部分ですよね、税金は気持ちよく払うからさらに経済的にも豊かになるっていうね、こういう文章書いてるんですけど、この後半部分のあなたの解釈でよしということです。はい、ということで今回はですね、まあ、日本没落ですね、まあ、日本列島改造論、そして、新しい怒りを持てと、この2本に対してのですね、コメント返信会という形で配信させていただきました。ちなみに明日はですね、まあ、バブル崩壊に関するですね、いただいたコメントに返信させていただく予定です。よろしくお願いいたします。はい、それでは、皆さん今日も一日張り切っていこう。